午前8時半の新潟駅です。ヘルメットをかぶって自転車乗っている方もいらっしゃいますが、ほとんどの方がヘルメットをかぶっていらっしゃいません。4月に施行した改正道路交通法により、自転車利用者のヘルメット着用は全ての年齢で努力義務となりました。しかし7月に警察庁が公開した新潟県のヘルメット着用率は 2.4% と全国ワーストの数字です。そこで今朝、県警と県は JR 新潟駅南口で高校生を中心にヘルメットを着用しない理由などを聞き取りました。着用していない40人に聞いた理由の1位は、ヘルメットを所有していないからでした。他に、かぶることが面倒、髪型が崩れることが不快という意見もありました。また、どうすればヘルメットを着用するかの1位は、周囲が着用すればでした。学校でもヘルメットかぶってる人って本当に1割ぐらいしかいなくて、でも義務なんで、僕はかぶんなくてもいいかなって思ってます。なんかあんまりこう自転車屋さんに行く機会とかもそんなになくて、こう どうやってなんかちょうど自分に合うやつを買ったらいいのかがちょっとわからないっていう部分もありますね。ちなみに、調査時間中に県職員が目視で確認した自転車利用者のうち、ヘルメットをかぶっていたのは5人だけ。着用率は 2.5% で、7月時点とほとんど変わりませんでした。警察庁によりますと、自転車事故の死者のうちおよそ6割が頭部に致命傷を負っています。自分自身の安全を守るため、そして保護者の方は自分のお子さんの安全を守るために、ぜひヘルメットの着用をお願いいたしたいと思います。県警と県は今回の調査を参考に、ヘルメット着用をどう促すのが有効かを検討します。